私キッコちゃん、レイジの強さが分かってしまいました。こんにちは、こんばんは、おはようございます。キッコちゃんです。うわー、はい、というわけで、このデッキですよ、バーバリアン、エリババね、エリババとレイジかけると超強いじゃん。そこに最近流行りのトルネードさん、これをまあこの三つどもえ、この三位一体こそが最強かなと思ってて、早速ね、ちょっと皆さんにお見せしたいんですよ。先手必勝。まあ、3、5、6だから11、エリクサーコスト必要なんだけれども、だから順番的にはエリババ出して、レイジでスピードアップして、これでちょっと邪魔するみたいな。そういう感じでござんす。ルルルルルルルということで行きましょう。最近なんかさ、スケルトンの群れを使ってる人が非常に多くて、ちょっとやりづらい。ですが、行ってみたいと思います。ベロよろしく。なんでレベル 8? ごめん、本当に。いや、勝てるとも限らないから安心して。そんな強くないから。本当は先手必勝したかったんだけどね。ここら辺でガーゴイル出しておいて。あー、そういう感じね。あー、あら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 、そういう感じなのね。いや、ここはちょっとエリババ出して。しょうがない、しょうがない。これしょうがない。ダダーンしといて、ここでレイジかけて、でそれでこれでトルネードで巻き込んで消すという感じにしとけば、これ結構ほら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 、来た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 。なんでフリーズ、なんでフリーズしたの、そこな、何そのフリーズそのフリーズ何、うん、そうそう、チャンイクレだったことはこれなんですよ。まあちょっと最初ね、出鼻くじかれた感若干あったけどさ、ところがどすこいですよ。これで倒して、でまたエリババですよ、言うてしまえば。ただし里見、ただしあんまりね、ちょっと敵陣で出したからね。パン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 地味地味なボラギノール、出したね、そっちに。チャンスチャンス、レイジー荒れてても大丈夫よ。よし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 、いいね、いいね、そういうこと、そういうこと、そういうことから。そういうことな、そういうこと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 、あー、これは倒しきれないな。280? ところがどすこい、ところがどすこい。まあ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 、待ちましょう。ここでファイボで、ダーンして。あー、壊れるんかーい。おい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 。よよい。まあでも大丈夫。何の問題ですか?こっち守ればいいんでしょ?何の問題ですか?大丈夫。まだいける。まだ俺の戦い終わっちゃいねえ。まだ俺の戦い終わっちゃいねえ。巻き込んでさ。消えてもらってさ、とりあえず、ここは。ここで、レイジです。タタタンして、で、レイジかければ、よし、消えてもらって、いけー!ぶっ壊せ!壊さないんかーい!ファイヤーボールで、もう、あ、する必要ねー!する必要なーい!ファイボ意味ねー。あら、何それ、そういう意地悪すんの。あらららららあ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 ら、これむずいわ。そうなのね、このタイミングで出るのね、それが。よいしょ、でファイボをここで打つと、この野郎、よいしょ、キック、これがやりたかったんですよ。まあ本当は一番最初、あ、ごめん、ナイスゲーム。うん、最初のフリーズでね、ちょっとね、この子はやる気なくしてしまったかもしれないけど、まあチャンギコちょっとね、さっきちょっと一回うまくできたね、一シーンで、そのままスーパーレア宝箱20個じゃねえや、あのスーパーレアのこれね、これ開けるから、これこの、これを興奮して吐きそうになった、危ない。はい、欲しいのは、あ、キヨキヨくんじゃなくて、欲しいのはね、何が欲しいかな、トルネード、まさに今回のね、キーカードですよ、欲しい。